皆さんこんにちは、 DCN ショーへようこそ、ドイちゃんです。今回ですね、最初に皆さんにお知らせとして、 DCN プラスでは、日本語のですね、字幕付きのドキュメンタリー番組が様々ラインナップされております。まだねご覧いただけてない方はですね、ぜひサブスクリプションの上、ご覧いただければと思うんですが、今回ですね、新しいドキュメンタリー番組として、プロの集団内で起きている摂食障害、要は、ダイエットに関する問題ですね。ダイエットしすぎて、こう、健康じゃない状態になってるっていうね、選手が多いというようなことで、元プロサイクリストの DCN の、プレゼンター、元サイクリストであり、DCN のプレゼンターであるダンとコナーがですね、実際に集団内で、調査を行うというね、ドキュメンタリー番組。実際にはだから、栄養はどうやって摂取したいのかとか、よりですね、プロ選手のことに関して興味のある方は、大変、面白みのある、番組なんじゃないかなと思いますので、ぜひね、GCN プラスを通じてご覧いただければと思います。はい、今回はですね、リードストーリー、メガネサイクリストの悩みということで、僕もメガネつけておりますよ。ね。僕は、そこまで目は悪くないんですが、やっぱり毎日パソコン使うので、パソコンの画面を見たときに、やっぱ目が疲れないような形のセットアップで、山形県にあるですね、金栄堂さんにお願いして制作していただいたメガネですね、使っております。ちなみにメガネフレームは49です。はい。ということで、今回のウィズストーリーはメガネサイクリストの悩みということで、お伝えしてまいりますので、今週の GCN ショーもですね、最後までご覧ください。それでは、見てみましょう。さて、リードストーリーはメガネサイクリストの悩みということで、僕もね、メガネつけてるわけなんですが、普段ね、メガネをつけて生活している方々が、サイクリングに出かけた時に、どういった対策をしているのか、これをですね、SNS を通じて、GCN のね、アカウントで、アンケートを取らせていただいてですね、そんなね、結果も見つつ、お伝えしていこうかなと。結構、メガネの、普段メガネ使いしてる方がサイクリングしてるっていうのが結構多いということで、いろんな悩みあります。度付きのサングラスの選択肢が少ない。度入りのサングラスは高い。値段がね、これわかります。おそらく高いと思います。これ、僕が使ってる、度付きのサングラスなんですけど、これで、おそらくレンズだけで6万円ぐらいするような気がします。はい、確か。もう、だいぶ前のものなんで覚えてないんですけど、確かそんな感じだったかなと思いますね。あとは、度入りサングラスは、室内で、屋内で外せない。確かに。そうですね。外したら見えなくなりますよ。うわ、これはちょっと難しい問題だな。あとは、コンタクト装着の方はですね、走行中に風が吹いてきた時に、飛んでしまっていく。みたいな感じになると。っていうのは、確かうちの、クリエイターの聖夜くんが、そんな風になってるような、イメージだけですけど、あります。はい。全然知らないです。はい。あとはですね、コンタクトでロングライドすると目が真っ赤になる。これはね、ほんと僕もわからないことですね。コンタクトをつけたことが一度もありません。カラーコンタクトとかも全然つけたことないから、ちょっと本当にわかんないですよね。あとは、老眼になるとサイクルコンピューターが見づらい。いや、これもね、難しい問題ですよね。おそらく老眼。20代の人たちではないんだろうなっていうね、僕個人的な意見なんですけど、別に老眼の人がおじさん、扱いしてるわけじゃないですよ。ね。確かに老眼の人って、サイクルコンピューターを、近づけないと見えないみたいな。なんで、顔をハンドルに近づけないと今何キロ走ってるかわからないっていう状況ですね。これめちゃくちゃ危ないと思うんですよね。ただ遠近両用っていう、遠近両用プラス偏光長光みたいなの多分全部、なんていうの、モリモリにして作るとおそらくレンズだけで10万円とかいくのかな。これはメガネ屋さんにもね、ちょっとインタビューしてみないとわからないことですね。僕もね、メガネ屋さんでもないので、その辺はちょっとね、価格帯が難しいところなんですけど、皆さん、実際にメガネを使っている方で、どんな、対策をしているのかね、ぜひコメント欄で教えてください。
全国各地、世界各地に、困ってる方がいるというね、情報がね、入っておりますので、ぜひね、その辺、こんな対策してるよ、これいいよっていうね、内容あれば、ぜひ教えてほしいですね。僕も先ほどまで、インスタライブ、個人のね、アカウントでインスタライブして、メガネサイクリストの皆さんいたら、ぜひ何か教えてくださいということで、教えていただいたね、内容もね、ちょっと、ね、シェアしたいと思います。はい。コンタクトに、サングラスって方が結構、意外と多かったです。はい。あとは、ヘルメットについているバイザー、シールドっていうんですか、ああいうものを、使って、メガネをそのまま着用した状態で、バイザーを使って、要は、光から目を守っているとか、あとは、外的要素から、目を守るっていう対策をしているって方が、二つ目。そして、三つ目がですね、要は、サングラスの度付きってめちゃくちゃ高いと。で、ただ、スポーツオンリーでその値段を出して、メガネ、サングラスを使う、まあ、制作するっていうのが、ちょっと予算的に厳しいんだと。それは僕もわかります、それね。高いです。確かに高いです。なので、普段使いもできるようなデザインのものを選んで、それを、サイクリングするときも同じようにつけてるっていう方が、多いようですね。要は、オークリーとかね、そういった、まあ、大手ブランド、ルディプロジェクトとか、まあ、様々あると思うんですけど、ポックとかね、あると思う。ポックのでもドスキってあるのかな、あるのかな、それは多分うちのクリエイターの製薬も詳しいと思うんですけど、そういったものをですね、使って、制作するとすごく高いと。まあ、奥にもでもね、6、7万してしまうと思いますし、それを普段使いするって考えると、ちょっと、野球少年の野球コーチみたいな雰囲気が出てしまって、ちょっと嫌だなっていう方が、いたりとかね。その辺は、普段使いできるようなもので制作するようにしてるっていう方が多いように感じました。僕のインスタグラムのね、コメントですけど。実際に GCN ジャパンでアンケートを取った結果、こんな形になっています。ライド中に、視力矯正器具、矯正器具を使ってる、使ってないですということで、使ってるっていう方が、3749人に対して、使ってるって方が 66%、使ってないって方が 34% だそうです。ツイッターに関しても、使ってるって方が 75.7%、これは263人ですかね。まあでも結構な数ですね。で、ストーリー、これは、インスタですね。インスタストーリーだと336人のリアクションに対して 54% の方が使ってる。そして 46% の方が使ってる。で、YouTube に関しては、3150名の方の意見に対して、使ってるって方が 67%、使ってないって方が 33% という結果だったので、やっぱ意外とメガネコンタクト、ドスキンのサングラスを使ってるって方が、実際にプロ選手に関してはですね、まあ、レーシックの手術をしてる選手がほとんどじゃないかなと思いますね。コンタクトをつけてレースをやるっていうこと自体すごく危険だと思いますし、僕はね。僕の周りではコンタクトをつけてレースをやってるっていう、まあ、元チームメイトも含め、見たことはないですね。まあ、そもそも目がいい選手ばかりだから。でも、トム・デュブランとかはね、あんまり目が良くなかった。いつも目を細めて、おい、ユキー、みたいな感じで、なんか、言ってきてたような印象があるんですけどね。まあ、できれば、まあ、こういった大手ブランドで、いい、レンズをですね、制作できるメガネ屋さんに依頼するってのがいいと思います。僕、個人的には、やはり山形にある、金江戸、那須さんに頼めば、皆さんの思いは全て形にしてくれるというふうに思います。僕もね、選手の頃、初めて全日本チャンピオンになった時も、那須さんが作ったレンズを使ってですね、しっかりとレースを走り切ることができてますし、ベルタ・エスパニアも、ね、数々のクラシックも、那須さんの作ったレンズでですね、しっかりと走り切れた経験がありますので、ぜひね、僕の経験だけなんですけど、僕の経験としては、そういったね、ちゃんとメガネのレンズを作れる、メガネさんに依頼するっていうのがいいと思いますので、ぜひね、何かこんな対策してますよって方がいれば、コメント欄で教えていただければと思います。ということでね、今回のリードストーリーは、メガネサイクリストの悩みということでお伝えしてまいりました。
リードストーリーは以上です。レースニュース、今回はねドーフィネの話行ってみたいと思います。今回は最後ね、まあレース見てて思ったんですけど、ラスト50キロ過ぎからね、ずーっと、フルノエーゲン率いるチームバイクエクスチェンジのトレインと、まあ、後続で、メイングループは、トレック、イネオス、インボビスマのメンバーが、フルノエーゲンを追いつかせないようにするために、ずーっとペースを維持してですね、なんか追いかけっこをずっとやってるみたいな感じでしたね。で、途中、1分以上差があったんですけど、30秒切るぐらいのところまで来て、お、これ追いつくんじゃないのみたいな感じでまず行ったんですけど、結果的には追いつけなかったということで、まあアシスト陣すごくね頑張っていて、大変エキサイティングなレース展開だったなというふうに思いました。最終的な結果はですね、これ撮影の結あの撮影日の問題で、初日のね結果しかお伝えできませんが、初日はですねワート・バーナルトが勝利した。イーサン・ヘイターがミハイル・クビアトコスキーから発射される形で出ていったんですけど、なかなかワウトのスピードには勝つことができなかったんですね。まあ、この辺はスピンとかけ始めるタイミングだったりとかっていう部分では難しいと思います。間違いなくこのタイミングだと思って出ても刺されることもあるし、この辺はね、わからないですね。ということでね、ワウトが今回、リーダージャージ、初日にね、着るという結果になっております。三国賞はですね、ピエール・ローラン、B&B ホテルズ KTM ということで、元、嵐ウィケア選手のチームメートルもあり、ツードフランスのね、大活躍している、選手の一人で。で、二着にはマキシム・ブエということでね、これは、イケメンです。マキシム・ブエ。イケメンなので、GCN ジャパン、YouTube、ご覧の、視聴者の方にですね、女性、もしくは、男性でもね、男性が好きな方いると思うんで、マキシム・ブエ、めちゃくちゃイケメンなので、チーム、アルキア・サムシック、マキシム・ブエ、ね、イケメン好きな方は注目してください。あとはですね、トム・ディ・ブラン、ね、SNS でもね、発表ありましたけども、今年いっぱいで引退するということで、まあ、僕もね、彼がアマチュアの時から、練習もね、してましたし、まあ、住んでる家も近かったんで、ちょいちょいね、一緒に行動することが多く、コーチトレーニングもね、一緒に行ったりとか、今現在ね、FDJ、グルファン FDJ で走ってる、トビアス・ルドビクソン、ね、イケメン長身のスウェーデン人なんですけど、彼と3人でね、アルプスの、その時はモルジンっていうね、とこだったんですけど、その、あたりにある山の2000メートルぐらいのところでね、コーチトレーニング3人にして、一緒に生活して、ね、やった記憶がありますね。トムとはね、2人で、運転しながら行ったっていうね。うわ、懐かしいな。そんなトムもね、引退ということで、いろんな思い出がね、僕にもありますけども、彼は彼でね、そこから世界の超一流のトップライダーに上り詰めて、いろんなプレッシャーと戦いながら、レースをやってきたと思いますし、ひとまずね、家族との生活、も大事だし、そういった時間も取る。そして、自身もですね、やりきったということでね、引退発表ありました。まあ、今後もね、レースまだまだ残ってますけど、まあ、出るレースがあればね、トム・ディ・ブラウンファン、エグビスモファンの方はですね、このトム・ディ・ブラウン走り、最後の最後に焼き付けてほしいなと思います。続いては GCN プラスでね、今後配信予定のレース、内容でございますが、日本語実況付きレースとしては ZLM ツアー。これオランダのレースですね。8日から、8日から12ですね。8日から12ということで、あります。まあ、ハイライトもですね、様々ございます。クリテルム・ドーフィネ。まあ、日本ではね、見れないのかな？見れないですね。あとはツード・スイスともですね、ハイライトありますので、ぜひね、こちらも自身で通じてご覧いただければと思います。今後もですね、ドーフィネの、レース、続いてきますので、まあ、いろんなね、サイト、もしくは他のね、チャンネル等もね、ご覧いただきながら、レース好きの方は、追っていただければと思います。ということでね、レースニュースは以上です。The Call of the Week。今回、僕は、ドーフィネの映像を GCN プラスを通じて、オーストラリアで、見ていたわけなんですが、新型のマドンがですね、結構ちらちら見えるんですよ。
これ結構トレックファンの皆さんにとっては待っていた新型なのかなと思うんですけど、トレックマドンってそもそもですよ、現状ですごいいいバイクだと思うんですよ僕個人的に。あの性能ですよ、スペックとかも含めてとか、あとは乗ってる方の感想とか聞いてると、上りも上れ、下りは空力がいいからめちゃくちゃ速くて、で乗り心地もいい、そんなバイクあるんかっていうふうに思ってたんですけど、実際そうみたいですよ。あの視聴者の皆さんの中でもおそらくマドン乗ってる方いると思うんで、あの ISO スピードのなんかその利点とか、なんかこの辺ってなんか言葉で僕、乗ったことない僕がね語るよりも、乗ったことがある視聴者の皆さんの中で乗ったことある人がコメント欄でバッとこう、乗り味の違いとかね、普通の例えばキャニオンとの違いというよりは、昔のトレックと乗り比べてこう変わりましたみたいなのって、実際乗った人じゃないとね、わかんないことだと思うので、この辺はね、ちょっと僕が話すと、なんかちゃんちゃらおかしいみたいな感じになりそうなんで、なんていうの、見にくい写真しかなくて、これ多分ね、メディアコントロールされてると思うんですけど、全然わかんないです。ただこれ新型だなと。なんか特徴的なシートピラーとか、なんか確実に進化してるんだろうなっていうのはね、感じました。あとはですね、マドンといえば、輪行袋で輪行できないっていうなんかイメージあるんですけど、なんかハンドルがちゃんと切れないじゃないですか。だから、切れ角が決まってるから、なんか輪行バッグに入れられない、バラさないと入れられないみたいな、なんかイメージがすごく強いんですけど、実際、そうなんですか。これ完全に僕、カタログスペックとか、なんか載ってる人に話を聞いて話してるので、全然、なんていうんですか、皆さんにお得な情報としてお伝えできてないのがちょっと悲しいんですけど、実際に、先ほども言いましたが、トレックのマドンを乗られてる方の中でね、こんな乗り味なんですよ、実際は。っていう、なんかね、情報とか、シェアしていただけるのであれば、ぜひね、コメント欄で教えていただければというふうに思います。おそらく、こちらの新型マドンは、ツードフランス。で、結果を残すために、まあ、おそらくチップもね、とかが乗ってくるのかな。あとは、ケニー・リストンドとか、まあ、登りでもね、活躍できるクライマー、たちがですね、あとはジャスパー・スティーベン、スプリントでもね、しっかりと結果を残せるようなバイク、スペックになっているというふうに思います。詳細のスペックはまだ公表されておりませんので、公表され次第ですね、もしかしたら皆さんのチェックが早いかもしれませんが、GCN ジャパンでもね、追って、詳細をお伝えしていきたいと思います。ということでね、今回は、ただの、皆さんのお知らせです。新型マドン出ました。はい、以上です。キャプション、コンペティション。こちらのコーナーは、様々なビデオにいただいたではなく、1枚の写真をお見せして、そちらにキャプションをつけていただき、そちらにですね、いただいたキャプションの中から優れた方1名に、素敵なプレゼントをお送りさせていただくコーナーです。ということで、先週の写真をね、見ていきましょう。こちらです。ピザ職人みたいなおっさんが、レースを見て、ご近所さんとああだこうで言ってるような、そんな、雰囲気がありますね。こちらにいただいたキャプション、今週のチャンピオンはこの方です。歯に挟まったトウモロコシさん。左の人、あのバイク売ったら、ピザ窯買えるな。右の人、今、電子レンジだもんな。いいんじゃないですかこれ。いやー、ね。電子レンジのチンしたピザもね、最近はすごく美味しいんで、まあレストラン出してもバレないんじゃないのっていうレベルにはないか。ないですね。ないけど、まあまあなんか現実味があってすごくいいなと思いました。はい。ということでね、ハニーさん挟まったトウモロコシさん。ぜひハニー挟まったトウモロコシを取ってからですね、再び、キャプション、コメントいただければと思います。ということで、受賞おめでとうございます。さて、今週のキャプションはこちらです。はい。なんかね、マチューの後ろに映る。これは誰なんだろうな。まあ、ちょっと今、現状撮影時点でのリサーチ不足で誰だかわかりませんが、アメリカチャンピオンですね。はい。難しいな。どうしようかな。松村。ねえねえ、キャプテンアメリカって今日は呼んで。ちょっと僕もピンとこなかったんで、もう一個読みます。ナット。うちの星は何個あるか数える?はい。ということで、
皆さん、キャプションコンペティションのコメントはサボらずに今週もよろしくお願いします。サイクリングインスピレーション、禁止、乱視、射手とトリプルパンチで目が悪い松村です。サイクリングインスピレーションは GCN のアプリ、その中にあるサイクリングインスピレーションというコーナーに投稿していただいたたくさんの写真の中から1位から3位まで選んでご紹介していくというコーナーです。さあ、今週の第3位から見ていきましょう。こちらの写真です。ストレートで爽快感のある写真です。場所は下関美保関灯台、水木しげる記念館の近くといえば分かりやすいですけど、分かる人は分かると思うんですけど、分からない人はまあ調べてみてください。 Google マップで見てみると僕好みな道が結構ありまして、ちょっと調べてみてみてください。こちらの方には GCL のボトルをお送りします。さあ、今週の第2位はこちらの写真です。イギリスノーフォークの農村地、1週間の仕事を終え9時の日没まで無心でライド、長いですね。仕事や日常とスパッと切り離すのに最適。バイクはロンドンのピスト専門店東京フィックストバイクで作ったフレームだそうです。そういうショップがあるんですね。こちらの方には GCN のサーモボトルをお送りします。さあ、今週の第1位はこちらの写真です。夕方に公園周回、夕方でも暖かくなってきたので仕事終わりに練習、夕日と雲の感じ、色合いが美しく仕上がっています。こちらの方には GCL のスウェットシャツ、シャツ、ソックスをお送りします。今回受賞された方はご自身のアプリのプロフィール画面のところに行って、今回受賞された作品のスクリーンショットをバシャと撮って、こちらのメールアドレスに受賞したよという連絡をお願いします。それでは皆さんの投稿お待ちしております。コメントオブザウィーク行ってみたいと思います。今回はですね、まあ、テーマからちょっと離れてしまいますかってことなんですが、悩んでいることがあるのでコメントでお聞きしたいと思います。とパワートレーニングを始めて半年ぐらいの、方のようなんですが、レースや練習で高強度領域 L4、L5 をある程度の時間10分などを維持していると脇腹に刺すように痛み、呼吸が困難になりかけペースダウンせざるを得なくなるということですね。それを避けるトレーニングっていうのはないです。避けるというか、体が強くなればそれに順応していくと思うので、もうやり続けるしかないんですけど、おそらくですけど、その今やってる L4、L5 の領域がおそらくこの科学者チョピンの日常さんにとってはちょっと高すぎるのかもしれないですね。これをもうちょっと低いところでやって、やや低いところですよ。やっぱギリギリのラインで、その自分が持ってるポテンシャルの範囲内でトレーニングを続けるっていうのがやっぱ大事なので、そこからちょっとずつこうステップアップして強くしていくっていうね。一気に強くしようとするとね、やっぱり体は悲鳴上げますので、おそらくそこで、脇腹を刺すような痛みとか、呼吸が困難になるっていうのがあると思うんですけど、呼吸が困難になるっていうのも、その日の体調によって多分変わったりしませんか？これ、呼吸に関しては、もしかすると、まあ、心拍数が高い、まあ、心拍数に対して呼吸の、フィーリングっていうことを考えると、心拍数がそんなに高くないのに厳しい呼吸、心拍数が高くないのに呼吸が苦しいっていう場合は、もしかすると体調が悪いとか、いろんな要因が考えられるんですけど、脇腹を刺すような痛みとかも、どうなんだろう。これ FTP テストとかやってこれをやってるのかっていうのもね、ちょっと定かじゃないので、このコメント欄の、質問の内容だけだと、なかなか判断しづらいんですけど、脇腹が痛いとか、お腹が痛いっていうのはなんか、そのトレーニング前に何か食べちゃってるとか、何かというか、ちょっとお腹に溜まるようなものを食べちゃって、内臓がこう揺すられることによって痛みを生じるってこともあるし、この辺はちょっと難しいんですが、単純にこう呼吸、心拍数が高すぎて呼吸が辛いとかっていう場合だと、単純にこう、心拍数が上がるっていうのはいいことなので、
上がった状態でもう苦しくて踏めませんみたいな状況だと、おそらく L4、L5 の領域が、このショピンの日常さんにとっては高すぎるかなというふうに思いますので、まあ、徐々にこうちょっと下げた状態やってみて、あ、ちょっと楽すぎるなってことないじゃないですか。結構その領域でいくと、ちょっと下げた状態も結構きついと思うんで、ちょっといろいろ試してみてほしいなと思いますね。単純に心拍数が高い状態で呼吸が苦しい、踏めないっていう状況だと、数値が高すぎる。これだと思います。すいません。ちょっと多分科学者なんですよね。この方はね。なので、おそらく理系のスペシャリストだと思うんで、僕ごときがそんなアドバイスするようなことではないような気がするんですが、はい。何かまた質問あれば、気軽にコメント欄に残してください。はい。続いて、ビッグボスさん。プレッシャーアンカーってグリス塗っちゃいけないんじゃないですか？はい。このコメント、ちょっとね、僕ね、ちょっと話し方が悪かったなと思って、ちょっと反省してます。ご指摘の通り、プレッシャーアンカーの外側にはグリス塗っちゃダメですね。はい。これは、話し方が悪くて、皆さんに誤解を生んでしまったと思って、ちょっと反省してます。はい。申し訳ございませんでした。プレッシャーアンカーの、元のボルトですね。ボルトの中にグリスを塗るっていうことだったんですよ。外側じゃなくてね。すいません。配慮が足りなかったです。アンカーボルトのグリス、中にそのグリスを塗ることによって、規定値のね、トルク量、トルク分、強さ、強度が適正に、こう、ボルトにかかるっていうね、ところがあって、まあ、ものによってはね、塗ると、適正値よりも、高いトルクがかかっちゃうっていう。要は、トルクレンチで締めるんですけど、数値を合わせたとしても、グリスを塗ることによって、それ以上の強さがかかってしまうってことも、なんかあるようで、この辺はかなり奥が深いんですが、はい。プレッシャーアンカーの外側にグリスは塗らないようにしてください。はい。これは、僕の説明不足で、皆さんにお声を与えてしまったので、この場を借りてね、謝罪したいと思います。はい。申し訳ございませんでした。ということで、コメントオブザイークは今回ね、この2つを紹介させていただきましたが、その他にもね、いろんなビデオで、いろんな疑問が皆さんにとってあると思います。気軽にですね、今後もコメント残していただければというふうに思います。今週のチャンネルラインナップ。はい。木曜日、アスクドイちゃん。ね。僕の答えられる範囲で皆さんの質問に答えていくという動画をね、久々にやりたいと思います。ねえ、これもどうせだったら、YouTube ライブとかでね、できたらよかったんですけど、なかなかそうもいかないようで、はい。いろんな質問にね、答えていきたいと思います。土曜日、20分のインターバルセッションということで、インドアトレーニングのね、動画になります。続いては日曜日。サイクリングを上達には、ちょっと台本が、日本語がちょっと壊れてるんですけど、サイクリングを上達には、これは何の動画だ？月曜日、なぜチェーンが伸びるのか、これはね、聖夜くんが担当いたします。火曜日、GCN ジャパンショー、こういった形でね、今週もいろんな動画上がります。ぜひですね、新しい動画が上がった際に通知が行くようにね、チャンネル登録、そして通知のボタン、設定の方をね、お願いいたします。ということで、今週はですね、メガネサイクリストの悩みということでね、いろんな、アンケートの結果等をですね、皆さんに紹介させていただきました。皆さんの中にもメガネを普段使ってて、サイクリングね、楽しんでる方っていると思います。何かね、こんな対策してますよなんてね、コメントあれば、ぜひね、コメント欄で残しておいていただければと思います。ということで今週もね、最後までご覧いただきましてありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。